本当に姉ちゃん、もういいから。あ、本当、うん、分かってるよ。最高のタンパク質なの。アフリカでは当たり前ですもんね。そんなこと言ってくれるか。イモムシの中でもカブトムシの幼虫は最高ね。未来食ですよね。人はパンの実に生きるにあらず。そんな意味でしたっけ。殺しすぎたのよ。え、神じゃないのにおごりすぎたの。はい、みんな死ぬのよ。姉ちゃんもういいから。清水さん、そうくらいいいのよ。どいそこそ気違いなんだから。そんなことないって。そうくらいやってるよ。福井の音じゃないよ、あれは終末の音。姉ちゃんの迎えの音楽でしょ。悪魔はその身を美しく飾り欺く。良き者には見え、悪しき者には見えない。また聖書。憲法よ。憲法。ああ、バカには見えないの。そうだね。死ぬのよ。で、何でしたっけ、ケーブルテレビの。あ、区の広報課で農業を諦めないっていうビデオ。ああ。誤解っていうか怖がっちゃってる人なんかもいて。これしかできねえしな。いや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 。先祖が土地持ってただけだからね。こんなとこに。ああ。結構ありますよね。あ、広さ。ええ。そうね、 1.6 ヘクタール。 1.6 ヘクタール。ヘクトパスカルじゃないですよね。そりゃ違うでしょ。そりゃ希少でしょ。ええ、まあ面白いよ、あんた。どうも。昔ミリバードだったんだよな。あ、そうでしたね。なんで変わっちゃったのかね、あれ。どうしてでしょうね。ミリバード。え、知らないの。え、あれ、あんたさ、あのお天気お姉さんとかやんないの。やりませんよ、アナウンサーですから。ああ、そう。1.6 ヘクタールって東京ドームでいうと何個分なんですか？ん？ああ
東京ドーム1個分1個分3分の1個ね3分の1 3分の1個って1個じゃないじゃないですかおいだって1個と3分の1個って全然違うじゃない感じ悪いのこの人すいませんすいませんいやいいですおしか時間がなくってすみません雨の中あまだ回ってないのですかあまあじゃあ増しちゃいましょうかお願いできますかええ、はい、もうあの代々続いた農業を守るために頑張るみたいな風評被害には負けないぞ守らなきゃこの町を高田さんすいません防災義務なんかもあるえ避難場所ってかそれいいですねそうちょっと皮肉すぎませんか避難場所いいですよね前田さんも私は高田さんがいいならもう何でもじゃあ取ってもらおうかいのはいではお願いしますじゃあ回していきますねじゃあお願いしますのうんそれは口癖方言ですかうんまあ方言ありましたこの辺りこれはスタイルスタイルですかそう民衆が求める農民のイメージサービスねサービスでほらもう実際農業で食ってるわけじゃねえから梶原さんそこはえなんで食べてるんですかいやだからあ農家じゃないんですか農家に決まってるでしょ、うん、ねえこんな状況じゃ売れないでしょ売れない年間2-300よ赤字もいいとこだよ年間の売り上げが2-300いや1000万あったのよいったんだよえ、なんで誰がこんな野菜買うかい闇に出せやってらんねえよなんでやってるんですか前田さん、うん、夢と希望とかあいいですね子供たちとかファミリーのための農業体験とかまああとほら産地消の奨励とかレクリエーション直売によるレクリエーションコミュニティ機能あと景観形成やっぱり緑の街は美しいですもん、うん、大谷君素晴らしいこの街は死んでないよちょっと予習してきたんでふざけんなよお役所もしっかりしてくれよああみんな逃げ出してさほんと住めんのかここいや行政の皆さんさいや住まなきゃならんのですよ何があったってなんでなんでってあんたらの食い口の問題だろいやそんなまあいいえThank you.
あ、でも髪の毛赤いですよね、ツンツン立ってて。大谷くん、そうそうそうなんだよね、おしゃれで仲間には見えないっていうか、うん、これな、自然とこうなってきちゃったんだよ。え？自然ですか？そう、自然って怖いね。呪いかな。呪いって、なんか原因とか。ああ、いや俺もね、考えてみたのよ。まあ、強いて言えば薬の飲みすぎかな。え？え？副作用。ほら、俺毎日薬飲むじゃない。いや、知らないですけど。何飲んでるんですか？飲むのよ、二日酔い防止でバファリン。必ず飲むのよ。毎晩すっきりだよ。あれ飲むと二日酔いの頭ガンガンがないのよ。ああ、そうなんですか。そう、すっきり安らかだよ。お酒飲んでて薬ですか？大丈夫なんですか？魔法の薬ね。はは、3、4年前かな。それジェネリックに変えたんだよ、安いやつに。そしたらこれだよ。ははやっぱケミカルはダメだな。ないですよ。え？それ違いますよ。あ？ケミカル？ええ、ないですね。じゃあ何？毎日朝から晩まで畑に出て。そうね、素晴らしい。はい。泥まみれになって畑耕して。うん、まあいや、それは昔から。素晴らしい。はい。もう数年で急にこうなっちゃってさ。それ原発ですよ。放射能紙に出ちゃってんですよ。前田君？よく聞きますもん。そんなことない。そっか。まあそうだろうな。違うと思いますよ。やっぱな。いや、違うと。まあ、そんなこと言ったらみんなそう被爆だもんな。日本人はみんな大丈夫か。そうですね。絶対に違う。何を言ってるんですか。体でいいくらいなんですよ。自然界にあるものなんです。ではなんで。塚田さん、うるせえおめえら。すいません、すいません、すいません。そう、どうせみんな死んじゃうんだしな。いいんだよ、早く行った方が。で、やっちゃったんですか？なんだおめえら。いや、区の広報ですよ。埋めちゃったんですかね、ここに。なんだおめえは。だって見えちゃってますよ。
あれあのお姉さんのいるところ。あれまだ行ってなかった。姉ちゃん、あれ人ですよね。え、え、どれ。あれ見えちゃってるの。あ、ね、昨日までの大雨で。いいんですよ。いいんですよ。どうせみんな死んじゃうんだから。でしょ？一杯飲むか。おい、番組撮るぞ。安全なんだよ。私飲めないんですよ。すごい酒豪じゃない。何言ってんの。赤ちゃんで来ちゃったんで。え？俺の？美香ちゃん。奥さんにきちんと話してくださいね、高田さん。うん、嘘ですよ。なんだ、びっくりしたよ。あれあんちやだからさ。どっちの子でもないんで。どうせ死んじゃうんだしな。みんな自分で精一杯。
はパンの実に生きるにあらず。父ちゃん、もし食ったら。